布端を始末してみましょう。布端を始末するには立ち目かがり押さえ G に交換しますが、必ず電源を切って行ってください。押さえを外すときは押さえレバーを上げて押さえホルダーのボタンを押します。立ち目かがり押さえのピンを押さえホルダーの溝の位置に合わせて押さえレバーを下げれば交換が完了です。電源を入れ、模様選択ダイヤルで5番を選び、布端を押さえの右側にあるガイドに当てながら立ち目かがりをしていきます。